九州大学工学部オープンキャンパスへようこそ。工学部長の久枝義夫です。今年は新型コロナウイルス感染防止のため、オープンキャンパスはオンラインで開催いたします。この広大な最新の設備の整った世界有数の糸キャンパスを実際に体験していただけないのは非常に残念ですが、ぜひ このオンラインで工学部各学科の要請や自慢の各種設備、大型実験装置などを見ていただきたいと思います。来年2021年4月から九大工学部は新しく生まれ変わります。これまでの大学科・コース制を改めまして、学部から大学院修士課程まで 連携した12学科に改編いたします。エネルギー科学科を廃止しまして、新たに融合基礎工学科と量子物理工学科を新設いたします。今回の改編では、今後の工学に必要となる情報教育を強化しまして、工学のどの分野にも必要な 基礎科目を一年次の工学部共通科目とし、工学基礎教育の充実を図ります。学部4年間、大学院修士課程2年間の6年一貫型カリキュラムによりまして、学部から大学院の見通しが良くなり、皆さんをサポートしやすくなります。また、 入学者選抜の枠組みと方法も変わります。一般選抜、前期日程及び後期日程では、学科群ごとの入試といたしますが、学科群を決めない学部一括入試も取り入れます。さらに、新たに総合型選抜、いわゆる栄養入試ですけれども、 これも学科ごとに実施いたします。多様な才能を持つ学生諸君にお会いできることを楽しみにしております。これらの情報は8月1日土曜日に行われる工学部各学科のオープンキャンパスで、また入試に関しては8月2日日曜日に行われる工学部入試案内、 オンライン進学説明会で情報が得られます。また、本オープンキャンパスでは今年もオンラインで理系女子のためのキャリアパス講演会を実施いたします。現在、企業、会社の多くの分野で専門性を持った女性の活躍が期待されております。女子の求人も非常に多いです。 しかし残念ながら、旧大工学部における女子学生の割合は10%に達しておりません。女性の皆様は非常に大きなチャンスを持っていると言えます。ぜひ工学部女子の活躍を聞いてみてください。これから大学で学ぼうと思っている皆さん、その意欲が十分に活かせる 九州大学工学部で一緒に学びましょう。しっかりとした基礎を学び、チャレンジ精神で九州からイノベーションを起こしましょう。